クリエイティブクラウドを活用した XD の使い方について説明します。 XD はクリエイティブクラウドを活用することで Photoshop やイラストレーターと連携したり、複数のデバイスやスマートフォンとドキュメントを共有することができます。クリエイティブクラウドライブラリでは Photoshop やイラストレーターとの間でライブラリアセットを共有することができます。このように Photoshop で作成したグラフィックを CC ライブラリに追加します。 XD のツールバーからライブラリパネルを開き、該当する CC ライブラリを選択します。このように先ほど追加したグラフィックが表示されています。グラフィックはアートボードにドラッグして使用することができます。 CC ライブラリを経由して共有された文字スタイルを適用したり、カラー定義を適用することもできます。次にクラウドドキュメントについてです。クラウドドキュメントを使用すると、複数のデバイスからファイルを共有し、他のユーザーの確認や共同作業が可能です。XD で作成したデータをクラウドドキュメントとして保存すると、編集したドキュメントが自動的に保存され、最新の状態に保たれます。右上の招待アイコンから、仲間のデザイナーを招待して共同編集をすることもできます。 iOS や Android の XD アプリからもデザインを確認したりプロトタイプを操作することができます。共有モードからはデザインレビューや開発者との連携、ユーザーテストなどを目的とした共有 URL を発行できます。URL を受け取った相手はブラウザからデザインやプロトタイプを確認できます。このようにクリエイティブクラウドとの連携によりライブラリアセットやドキュメント、デザインやプロトタイプを簡単に共有することができます。活用してみてください。